ホーム画面変えてから財布忘れませんでしたかっていういいコメントしてきました。ミッぽいイさん。あのですね、こないだ福岡で撮影だったんですよ。で、僕は、携帯に財布と携帯忘れ持てませんかっていうホーム画面にしてるわけなんですよ。で、丸と一緒に博多から品川まで帰りました。そしたらなんと、品川を降りた瞬間に、新幹線の中に、 携帯を忘れてることに気づきましたということで僕忘れちゃいました <laughs> 意味なかったっすねだから東京駅まで取りに行ったしたら奇跡的にやっぱあったけんよかったわいやだけどね本当にねやっぱねこのねどうしても忘れる癖をね直したいと思ってだけどアップルがなんとこれぐらいのね どこにありますかみたいなやつが出たんでこれ買いたいたなと思ってますこれ買おうかなと思ってるんでいやだけどやっぱりねこのね教えてほしいみんなにどうやってしたやべ20分後どうやってしたら忘れ物ってなくなるんだろうみたいな本当もういつまでたっても忘れ続けるけんめちゃくちゃつらいわ。